ちは、シエルです。バレンタインデーということでチョコレートショップに行ってきました。こちらのお店で購入してきました。ジャンポールエヴァンというチョコレートショップです。これ買ったことはあるんですけど食べたことはなくて、今回初めて食べるんですけども、バレンタインのさ季節だからすごい並んでて1時間待ったんですよ。お店のね入れる人数が規制されていて5人ぐらいずつしか入れなくて、私も1時間並んで入った時にねやっぱすごいじっくり選んでしまったので、そりゃ遅くなるわと思いながら、お買い物したわけなんですけども、味見できるわけじゃないから何がいいのかわからなくて、結局お店の人にどれがおすすめですかって聞いて、一番人気の、定番のチョコレートを選びました。この箱の中にね、一粒しか入ってないんですけど、今いろいろあって、私ね甘いものすごい好きなんですけど、チョコレートの中ではね、このねガーナのミルクチョコレートが一番好きなんです。いろいろチョコ食べてもやっぱこれに戻るというか、このチョコレートが一番好きで、なので今日はこのジャンポールエヴァンのチョコレートとガーナミルクチョコレートの食べ比べをしてみたいと思います。果たして高級なチョコレートは美味しいのでしょうか。これは一粒340円もしました。で今寂しくね、一粒しかこの箱に入ってないんですけど、カライブというチョコレートで、これがお店の方におすすめしてもらったものなんですけども、このねカライブは上質なカカオの味わいを楽しむビターチョコレートガナッシュだそうです。なんかいろいろ混ざってなさそうでいい感じです。それでは早速いただきたいと思います。はい、コーヒー、ダイソーに売ってる紙コップなんですけど、これ私の今の一番の癒し、このクマちゃんの紙コップ。昔はねモノクロだったんだけど最近カラーになったんだよね。コーヒー美味しい。実食340円を食べます。思ったのと全然違った。何が違うって、すごい柔らかかった、中が溶けた。すごい美味しかったんだけど、味わう前に溶けてなくなっちゃった。ちょっと予想が、私の中でもうちょっとなんかね食べ応えのあるチョコレートっていうのかな、固めのなんか噛み応えもあるようなチョコレートかと思ってたら、柔らかすぎて1,2,3,4,5 ぐらいでもうねなんか溶けてなくなっちゃった。それは言い過ぎかな。一口で食べたらすぐなくなっちゃって味わえなかった。もう一個食べた。予想外の展開。ガーナをいただきたいと思います。やっぱチョコレートはガーナだよね。ザ・板チョコですね。これは美味しい。どっちが美味しかったかというとこっちですね。この340円のチョコレートの方が圧倒的に美味しかったです。ガーナのチョコレートはねすごい美味しいんだけど、こっちがねビター感が強かったからすごい、甘く感じちゃった。もうこっちのとろけた感じがやっぱ衝撃だったし、すぐいなくなりすぎちゃって半分に切って食べればよかった。ちょっと後悔だ。ということでガーナもねやっぱ美味しい、美味しいのは美味しいけど、これ食べた後だとやっぱね、これは100円の味なのかな。やっぱりこれ今日初めて食べたんですけど美味しいね。いいバレンタインになりました。これは超おすすめです。バレンタインとか誰かへのプレゼントとかにはすごくいいと思います。このね一番定番のこのカライブっていうチョコレート、私それしか今食べてないですけど、美味しかったのでぜひ皆さんも一度食べてみるのいいかなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。